小渕優子さんどうですか。いや、小渕さんはだから選対委員長になったぐらいであれだけ記者会見で追及されちゃうと、本人にとってはもうあの先がないのかっていうふうになっちゃいますよね。だからこれは涙ぐんでお答えになるよりももう一度全部さらけ出してね、はい、要はお父さんの小渕恵三元総理の時代のこれあの僕はそもそも世襲に正面から反対なんですよ。安倍晋三さんにそれ言ってましたけど、うん、お父さんからの代の秘書さんたちがお父さんがいなくなって現職の代議士であるお嬢さんの小渕さんに言わないで勝手な資金操作もいろいろやってたわけですよね、うん、もちろん全席には結局議員に来るんですけどそれも含めてもう一度あのノンストップっていうかその時間を区切らない記者会見でもやらない限りもう浮上できないじゃないですか。